1949年の写真ガッシー・モランは、1940年代後半と1950年代に活躍したアメリカ合衆国のテニス選手である。アメリカ合衆国最高ランクは4位である。彼女はカリフォルニア州サントモニカに生まれ、カリフォルニア州ロサンゼルスで89歳で死亡した。 モランの父親はユニバーサル・スタジオズの音響電気技師でことによるとそのコネクションのためかもしれない。モランは1940年代の数本の映画のエキストラを務めた。そして彼女のテニスグループは時々チャーリー・チャップリンのマンションで毎週日曜日のソワレを楽しんだ。彼らの交友はあまりに親密だったので彼女が婚約した時に チャップリンがガッシーのためにパーティーを干すとしたほどである。モランが17歳で会った時に、一家は彼女の兄が第二次世界大戦で戦闘中に行方不明になったと知らされた。彼女はその知らせに打ちのめされ、やがて近隣のダグラス航空車に働きに行き、戦争努力のために航空機を組み立てるのを手伝った。彼女はまたカリフォルニアの病院複数と、 軍事基地複数への米国疑問協会ツアーに加わった。モランはキャリア初期にカリフォルニア州内のいくつかのアマチュアテニストーナメントに入った。1949年3月に彼女はニューヨークの第7連隊兵器庫で行われた US インドアチャンピオンシップのシングルイベントの決勝戦でナンシー・チャフィーをストレートセットで倒した。彼女はまた マジョリー・グラッドマンをパートナーとしてダブルスタイトルをパンチをゴンザレスと共に混合ダブルスイベントを勝ち取った。その結果、彼女は1949年のウィンブルドン選手権でプレーすることが可能になった。1949年ウィンブルドン選手権女子シングルスの準備をしながら、彼女は公式のウィンブルドンホストであるテッドティンリングに服装のデザインを依頼した。 彼女は片袖は一色で、もう一方の袖は別の色にして、スカートは第三色にするように依頼した。服装全部は白のみであるとするというトーナメント規定のために彼は断ったが、しかし後に規定に従う服装のデザインを承知した。彼女の波だったレースで飾られたニカーズのある短いテニスドレスという服装はニカーズが試合中に見えるほど短く、それは あらゆるトーナメントで最初であった。ウィンブルドンと白を着る要求に関する ESPN のテニスドキュメンタリーの中で長年テニスの分析をしたバッドコリンズはいけないガッシーモランがウィンブルドンでフリルのあるレースのパンティースを履いていることについて意見を述べた。彼女の服装はかなりの注目を引いた。事件を報道する記者らは彼女を豪華なガッシーと呼び始めたし、 写真からはレースがちらりと見えることを願って、モランの低いショットを得られる場所を求めて争った。この事件は、ウィンブルドン職員らを憤慨させ、イギリス議会に論争を引き起こした。モランは、テニスの中に下品さと罪を持ち込んだことで、オールイングランドローンテニスクロー系クラブによって、避難され、後にショーツを着ることに戻った。ティンリングは、23年間、 公式ウィンブルドンホストの役目を務めてきていたが、事件後の33年間、避けられた。1949年のウィンブルドンの事件に関する1988年の記事とインタビューのために、モランは事件について話した。ウィンブルドン職員らは気が狂ったし、モランは反応にショックを受け、殻に閉じこもった。彼女がコートでその服装を着た最初でかつ唯一の時、 彼女はラケットを顔の前にして歩いた。私は戸惑っていました。なぜなら、人格に、こんな極端なお世辞を言われたからです。豪華なガッシーと。あのね、私は本当に全然取り立てて、言うほどのものではありませんでした。私は住人並みの娘です。でも、ライフは私を豪華なガッシーと呼ぶ写真を載せたし、イギリス人はそれを取り上げ、本当の仕事をしました。 それから、人々が私に会って、こういうのが聞こえたものです。ホットドッグスタンドの女店員の方が顔がいいね。私は取り乱してしまいました。感情的に言えば、私はそれに耐えられなかったのです。1950年ウィンブルドン選手権、女子シングルスでは、彼女は第7シードされ、準々決勝に進んだが、それに続いて、モランのアマチュア歴は、彼女が、 ポーリン・ベッツと一緒にプロとしてツアーを始めた9月で終わったが、その時は一番の呼び物としてドレス事件を利用した。その人気のために彼女はスポーツ向けの映画パッドマイクに仮名を出演したし、そこではスペンサー・トレーシー及びキャサリン・ヘップバーンが特別出演した。またそのおかげで彼女は世界中の雑誌の表紙を飾ったし、彼女の名前が K ババ、 航空機、そしてソースに付けられた。彼女はデパートメント店のフリルのついた一式の姿でポーズを取りさえした。モランがプロとして参加した最後のトーナメントの一つは1971年の全米オープンで、そこでは女子シングルスドローで、彼女は第一ラウンドで姿を消した。同じトーナメントで彼女はまた混合ダブルスでチャックディアスと組んだ。 1951年に、モランは、ロサンゼルステレビジョンチャンネル4に勤め始め、セントルイスラムズの声であるボブ・ケリーと共に、15分間のインタビューをした。1955年に、彼女は、ニューヨークシティの WMGM のスポーツニュースキャスターになり、このポジションは1961年まで続いた。WMGM を辞めた後、彼女と、 あるパートナーは彼女自身のテニス布のラインの製造販売で活動した。彼女はそれからカリフォルニアに帰り、パームスプリングスのあるラケットクラブのホステスになった。しかしながらホステスのポジションは長続きしなかったために、彼女はサンダウンと呼ばれるハリウッドの毎日の TP インタビューショーの共同ホストになった。彼女はカトリック宗教に正当として言及したとき、 彼女は11週後にクビになった。モランはそれからラケットクラブのテニスレッスンを講じることに戻り、そこに2年間半残った。1969年に彼女はワールドテニス誌の広告マネージャーになった。1970年に彼女は今度はベトナムへの別の嘘ツアーに参加した。彼女はそこにいた間、彼女のヘリコプターが撃墜され、 彼女は、数本、骨折、脱臼した。その事故から回復した後に、彼女は、クファーク局のラジオスポーツディレクターの職を得て、短期間の後に辞めた。彼女はそれから、テニス誌にコラムを、複数、執筆した。彼女は、プロモーショナル会社テニスワンリミテッドに勤めた。モランは、一家のサンタモニカの家に住み、しかし、母親が死亡して、 彼女は財産税を続けられず、1986年4月26日に立ち退かせられた。彼女はそれからロサンゼルス地区の一連の小さなアパートメントに移った。モランは3回結婚した。彼女の19歳の初婚は元イギリス空軍パイロットと出会った。この結婚は後に法的に無効にされた。彼女の30歳の再婚は、 エディー・ハンドとで彼は運送会社の幹部でエドワード・オーソープによるビート・ザ・ディーラーの中でミスター・ワイとしても知られた。彼女の37歳の3回目の結婚はフランク・シンプソン・シンプソン、ロサンゼルスの弁護士、ヨット・マントであった。彼女の再婚と3回目との両者の結婚は離婚に終わった。モランには子供がいなかった。モランはいつもグッシーではなくて ガジーの方を選び好み、そして彼女の名前は、そのように、ロサンゼルスタイムズに登場した。ありがとうございます。